ローマ大火ローマ大火は、西暦64年7月18日、皇帝ネロ時代のローマ帝国の首都ローマで起こった大火災を指す。64年7月18日の夜間、ローマ都心に近い大競技場チルコマッシモ周辺の商店通りから起こった火の手が、風に煽られ、しばた叩く間に大火事となり、ローマ市14区のうち3分の2にあたる10区を焼いた。 うち三区は怪人に返し、七区は倒壊した家の残骸をわずかに止める程度だったという。低世紀に入り、首都ローマは百万もの人口を抱える大都市へと変貌したが、建築物の多くが木造で、道幅が狭いこと、人口増加による高層集合住宅の密集などが災いし、数日沈下しないほどの大火災が幾度も起きていた。 この64年の火災はその中でも最大規模の惨事で完全に鎮火するまで6日7番かかっている。出火当時アンティウムの別荘にいた皇帝ネロは火災の報告を聞くと直ちにローマへ帰り人頭式をとって鎮火及び被災者を収容する仮設住居や食料の手配に当たった。しかし、大火を宮殿から眺めつつ故事になぞらえ、 トロイアの陥落を禁じていたという風評が立つ。一旦沈下するも貧民街から二度目の火の手が上がり、そこがネロの名人と悪名高い護衛隊長、ティゲリヌスの所有地だったことから、ネロは新しく、戸を作るために放火したという噂まで流れたという。こうした風評をもみ消そうとしたのか、ネロ帝はローマ市内のキリスト教徒を、 大化の犯人として反ローマと放火の罪で処刑した。しかし、この後も風評が完全に消えることはなかった。この処刑がローマ帝国による最初のキリスト教と弾圧とされ、キリスト教世界におけるネロのイメージに大きな影響を与えた。ネロはキリスト教の一般信徒を多数処刑した最初の皇帝であり、 仮想で肉体を損なうと天国へ行けないと考える、キリスト教徒を家計に処したため、また、ネロの知性に、キリスト教の聖人パウロが殉教した伝説があるため、暴君、反キリストの代名詞となった。ちなみに、パウロが、ローマの大化の際に十字架にかけられたというのは、俗説である。パウロの殉教について語られた最古の資料は、2世紀末頃、書かれた。 パウロ行伝になるが、それには、ネロテが、パウロの残首を決定したと書かれている。パウロは、ローマ市民権保持者だったので、見せしめの意味を米奴隷や、重犯罪者などに行う卓刑ではなく、裁判を経て、残首で処刑されたと考えられている。また、死亡時期は資料によって60年から68年と、様々で確定していない。 諸刑地跡というパウロ園の地も諸説あるが、教皇庁では64年から68年の間に、オスティア街道沿いで残首されたという説を採用している。ネロによって家系にされかかっているキリスト教徒たち、キリスト教徒が放火犯とされた経緯は明らかになっていない。当時のキリスト教は、クリストゥス信奉者と呼ばれ、ユダヤ教の信仰の文化とみなされていた。 スウェトニウスのローマ皇帝殿では49年に皇帝クラウディウスがキリストの先導で年中騒動を起こすユダヤ人を首都から追放したとあり、非一神教徒との圧力が社会問題化していたとも言われる。キリスト教側の資料でもエウセビオスの教会誌でクラウディウス帝時代にローマ市内で 聖ペテロが信仰を広めたとあり、首都に少なからず信者が存在したと考えられている。ローマのか文人の多くは、ローマの打神教を否定し伝統的な祭りや儀礼、皇帝への忠誠をも、宗教を理由に拒否する、一神教徒に嫌悪感を抱いており、一世紀後半から二世紀の、カタキトゥスは、著書、年代記でこう語る。キリスト教徒は、 日頃から忌まわしい行為で、ローマ人等に恨み憎まれていた、この有害極まりない迷信が、最近再びとで消結を極めていたと。年代記は、ローマの大化について最も詳しくかつ最も近い、時代に書かれた資料であり、著者、タキトゥスの、ネロが放火したという噂をもみ消すために嫌われ者の、キリスト教徒を、身代わりの被告にして処刑したという説が有力と、 されている。しかし、タキトゥスの著作は、後世の死化の視点で書かれたものであり、時系列に矛盾があるため、議論の対象になっている。スエトニウスの伝記、ローマ皇帝殿では、ローマの街並みの醜悪さを嫌った、ネロ帝がローマを改造するため、自ら放火死火災を眺めたとしている。最もよく知られた説だが、 建物が密集し防火の外壁もなかった街を、任意の区画だけ焼くのは、不可能であり、醜悪なインスラ軍だけでなく皇帝の居住する、パラティーノの丘にあった数多くの邸宅や神殿、そこにあった宝物や、美術品、ネロの館ドムストランシトリアが完全に焼け落ちている、ことなどから、否定される傾向にある。なお、大火関連でのキリスト教徒についての言及はない。 ネロと同時代のユダヤ人しかフラウイウス・ヨセフスのユダヤ戦記によるとネロの愛妻ポッパヤ皇后とユダヤ人社会に密接なつながりがあることなどから大化の被害を受けなかったローマ市内のユダヤ人居住区のユダヤ人が放火犯だと疑われ迫害されるところポッパヤの口添えでキリスト教徒のみが犯人とされたとする説も古くから存在する ユダヤ教との完全な決別、原始キリスト教の成立過程に絡む事件という見方もある。ロンドン大火等の大規模災害の事例と照らし合わせて、多民族を抱える大都市を襲った災害の混乱の中、火事、バドロボーや流言飛護が横行した、ローマの治安回復と人心の安定のために犯人を作り出した、もしくは実際に、 キリスト教徒が怪しまれたので処刑されたとも言われる。退化後、ネロは火災に強い都市づくりを主導する。道幅を広げた建物の高さを制限し、各家は固有の壁で囲むこと、共同住宅には中には、消火用器具を設置すること、住居は一定の部分を、退化性のある石で作ることなどが義務付けられた。ネロの死費で、防火用の中廊が付設され、 火災に対応できるよう水道が整備される。区画整理によりローマの街並みは一変した。ネロは自身の宮殿など建築物にローマンコンクリートを用いた新たな建築様式を導入したとされる。神殿や歴史的な記念碑をはじめとするローマの伝統的な建築物が一掃された後の急速拡大規模な変革に加え、 ネロが被災後都心に心臓したビラ形式の宮殿ドムスはウレアが皇帝への反感と不信を生んだ。そのため、ネロがより壮大な宮殿を建てる道を切り開くために放火をしたという噂が絶えなかった。しかし現在では歴史家によって次の理由からその噂は否定されている。一つは、大火の後にネロが建築した新しい宮殿は焼けた宮殿と、 ほとんど同じであったということ。もう一つは、出荷当時満月であったということ。放火犯は、月のない闇を好むことから、満月の日に放火することは考えにくい、ということである。ありがとうございます。